ガチューバーイエーイいいね、ういういしいね、ういういしい、ういういしい、はい、なんかあの誰かを告げずにまず場面設定からいこうかな三村さん、はい、はい、今日はどちらに群馬県に来ました、来ました、イエーイ。群馬県に何しに来たんですか、旅行、研修です群馬県で研修、どんな研修でした？へえ、そうですね、まあお話がたくさんする研修でした。あ、ざっくりだなまあ、あのタイトル的にいけば共生社会フォーラムっていう厚生労働省が、はい、主催でね、やってる研修ですけど、まあ表現活動の柏哲さんから始まって野沢さんのお話があって、で、そこから新任と、中堅と分かれていくんですね。そうですね、ね、はい、で三村さんがそこに参加していたと。ところで、さっきから横にそうですねとかボソボソ言ってるこの人誰？ツガチューバー。ツガチューバー。ツガチューバーじゃない誰？はい。ご紹介してください。三尾田太一と申します。はい、三尾田さん、イエーイ。三尾田さん、ん？うちの社員だっけ？違う。違う。え、じゃあ何？研修で知り合ったいい人。そうですね、うん、今回間違ってない、ね、進行役をしてくださった、はい、あ、新任研修の、はい、研修で、はい、なるほど、三尾田さん、ちょっともうちょっとなんか、そうですね、君誰みたいになっちゃうから、はい、自己紹介を、はい、あ、法人名は入れなくていいかな、法人名入れなくていいですか、うん、分かりました。滋賀の、あの、で福祉の仕事をしていまして、はい、今日、あの共生社会フォーラムの学生新任チームの、まあ、ファシリテーターといったら偉そうなんですけど、うん、まあ、玉木幸則さんでバリバラの、あ、玉木さんと、玉木さんが、まあ、メインファシリで、なんかその、まあ、お手伝い役みたいな形でいつも参加させてもらって、まあ、そんなご縁で今日三村さんと2日間ご一緒しました、はい、なるほど、ありがとうございました。そしてなぜか YouTube にも出てる、出てるで、研修どうでした、あの三尾田さんがまあ割 と、全体見てたんでしょ、その新任の人たちの。そうですね、どんな内容で研修なんですか。あ、この研修はですね、うん、2日間丸2日あって、で1日目はあの柏哲さんってサルサガムテープを、うん、で、あの表現活動を障害のある方とやってる方の講演とか、野沢和弘さんって方の講演とか、あと、あの伊藤和夫で滋賀で、まあ、戦後間もない頃に、まあ、いろんな福祉事業をこう立ち上げた人の NHK のドキュメンタリーとかを、うん、まあ、見るのが前半で、まあ、でも後半が、ね、メインでして、うん、1日半、まあ、簡単に言うと喋り倒すっていうプログラムなんですよね、うん、なるほど。でも、あの、これ厚労省のプログラム、あの事業なんですけど、なんか分かりやすいこう福祉の、なんていうんですかね、なんかこう認知症のある人との付き合い方が学べるとか、まあ、強度行動障害のある人の支援のスキルが身につくとか、うん、まあ、そういうなんかこう分かりやすいこうスキルとかが身につくっていう研修とはもう、まあ、違って、うん、なんか そもそも福祉の仕事って何だろうとか、うん、まあ、障害っていろいろ、まあ、いつも使ってるけど、どういう意味なんだろうとか、うん、まあ、共生社会フォーラムってタイトルにもある共生社会って一体、まあ、みんな普段使ってるけどどういう状態なのみたいな、うん、結構抽象的なことをあのテーマにして、まあ、どんどんみんながこう喋りながらこう深掘りしていくような、うん、なかなか普段現場でこうバタバタ仕事してるとなかなかそこまで突っ込んでこう話したり、まあ、自分自身でこう考えることがなかなか難しいようなテーマをあえてこう取り上げて2日間こう じっくりこう煮込めていくような研修でした、うん、なるほど。三村さん、それやってみて、はい、受けてみてどうでし た、 いや、もう情報量がもう多すぎて情報量マックスそうだったんですけどでも本当に最終的にたどり着くのは、うん、まあ、あの本当にみんながあの幸せに、あの暮らしやすい社会にできるようにみんなで頑張っていきましょう、うん、
ところにたどり着いたのかなっていう、うん、たどり着いたかな。あ、なるほどね、はい、なんかあのこう表層的にみんなが幸せにとか笑顔で暮らそうとかって言える、まあ福祉に携わる人ってみんな言えると思うんですよそれ、うん、でさっきあの僕中堅研修の方の、トータルで進行していく役やってたんですけど、やっぱね福祉に何年もいたらね、共感とか需要とか利用者さんの幸せとかみんななんかこうさらさら言えちゃうんだけど、でそのこう奥に眠っている人間のさ脳みそって 97% が無意識のゾーンなんだよね。で 3% が意識ゾーンで、その裏に本当になんかこうどんなものが眠っていてどんな風に思ってるのかみたいなことってやっぱ掘っていかないとちょっとこうグッと来ないというかね、うん、なんかそんな研修だったのかなきっとね。そうですね、学生チームも、うん、なるほど、ね、まあだからきっとこれに参加した人じゃないと感じえない、その三村さんが今さらっと言ったこともきっと三村さんがいろいろ吐き出したりみんなの意見を聞く中で得られた、うん、まあ、結論というか回答なのかなと思いますね。なんかその言葉だけ見たり聞いたりすると、うん、ちょっと捉え方がまた変わってきちゃうと思うんですけど、うん、やっぱりみんなと話していく上で、こういう意味で簡単な言葉には見えますが、うん、深いものなんだよっていう、うん、そうになるので、うん、はい、なるほど。ちょっとそのあたりが、まあ深掘りした中で言語化されていくゾーンまで行ったの今日。そうですね、うん、なるほど。じゃあそのあたりは三村さんにじっくり帰ったら聞くとして、一旦今日はここでおしまいにしたいと思います。はい、お疲れ様です。はい、バイバーイ。